コウノス市の川幅うどんコウノス川幅うどんは埼玉県コウノス市で提供されているご当地麺料理である。川幅とは市内西部を流れる荒川の川幅が日本一であることに由来する。知名度は低いが麺の幅の広さではテレビでも時々紹介される気流ひも川うどんと双壁をなす。コノス川幅うどんの名城の由来となった荒川にかかるおなり橋と 川幅日本一を示す標中。国土交通省が定める川幅とは、河川敷を含めた両岸の堤防までの間の距離としている。河野市内での荒川で上地水が流れる幅は数十メートルほどだが、2008年2月に、国土交通省荒川上流河川事務所の調査によって、河野市と吉見町を結ぶ埼玉県道27号、 東松山河野寺線の間の荒川の距離が2537メートルあることが確認され、日本最長の川幅として認定された。こうした経緯から2009年に河野寺市は町おこしの一環として市内の飲食店に川幅日本一にちなんだうどんの開発を依頼し、同年8月に河野川幅うどんが誕生した。 麺の幅が7センチメートルから8センチメートルといったように、通常の麺類より幅広いことや、川の流れをモチーフにした滑らかな食感が特徴であるが、味やうどんの幅は各店舗ごとに異なるという。2012年の時点で、コーノス川幅うどんは市内の10店舗で、ラーメンや乾麺を含めると13店舗で販売されているが、麺類以外にも海鮮丼、 ハンバーグ、和菓子、漬物、パン、かつパスタなどの川幅にちなんだ料理の開発が行われていることから、市ではこれらの総称を川幅グルメとして紹介している。埼玉県主催による埼玉県内のご当地グルメを競う埼玉 B 級ご当地グルメ王決定戦には第6回大会から出場し、第12回大会でついに優勝を果たした。ありがとうございます。